はい、本日は12月の29日水曜日の深夜に撮影しております。本日お話しする内容ですね、韓国の大統領選について触れていきたいなというふうに思いますね。もうスキャンダルには触れてます。はい。もう最高な大統領選です。もう国民からしたらもうたまったもんじゃないんですけども、もう旗から見て、隣国から見てると、まあめちゃくちゃ面白い大統領選になるということで、もう年末なので、本来ね、この時期っていうのは、まあ1年の振り返りをね、やるべきなんじゃないかなというふうに思うんですけども、もう来年度の韓国の大統領選で、ね、もう早めに皆様にね、ちょっとお伝えして、まあちょっと年末年始お休みの時間にぜひ調べていただけたらなというふうに、思っております。はい。韓国大統領選の与党、共に民主党の候補、イ・ジェミョン候補ですね。今の与党共に民主党のムンジェイン大統領が、大統領ですけども、次、ムンジェインの後継ですね。はい。が、共に民主党の候補、イ・ジェミョン候補になりますと。そして最大野党国民の力の候補を、ユン・ソクヨル候補。この2名で争っております。今、支持率もかなり拮抗しておりまして、で、お互いスキャンダルだらけで、まあ、お互い支持率下がっているっていうような、状況になっているんですけども、まずじゃあ、イ・ジェミョン候補の、どんなことをやっているのか、お伝えしたいなというふうに思います。まずですね、息子が、29歳なんですけども、はい、違法賭博をやってます。はい、琴美月ですよね。はい、息子がもう琴美月ということで、長男は昨年7月まで約1年半インターネットの掲示板に違法賭博の参加記録など100件以上投稿してましたと、韓国国内の賭博場にも出入りしてたことが、まあ、明らかになったっていうことで、じゃあこれなんでバレたのかと言いますと、投稿時のニックネームが、まあ、会員制交流サイト、まあ、SNS の ID にすごい類似してましたっていうことで本人と特定されてしまったっていうことで、でこれ候補者ね、イ・ジェミョン候補も息子はねすごい誘惑に負けてしまったと、はい、父として息子とお詫びしますと、治療も受けさせるようにしますよってところで、まあ、謝罪をしましたよという形になっておりまして、まあ、完全に、足を引っ張られているような、状況になっております。でそして他にもね、もっとひどいちょっと疑惑が出ておりまして、一応ね息子本人はまあ否定しているので、まあ親もね、イ・ジェミョン候補もこれに関しては信じるという風に言っているんですけども、今売春疑惑が出ております。はい、売春疑惑はもうやばいですよね、普通にね。はい、だと、イ・ジェミョン候補本人もちょっと疑惑が出ておりまして、首相時代があったんですけども、その時都市開発をめぐる疑惑がありまして、まあ、そこで背任などの疑いで、まあ、資産管理会社の大株主2人を逮捕されてましたと。で、この疑惑に、このね、イ・ジェミョンさんが、絡んでんじゃないかみたいに言われてたんですけども、その鍵を握っている人がですね、今、相次いで、死んでいますよっていうような状況になっておりまして。もう完全にやばいですよね、これは。はい、もうもみ消しみたいな匂いがこうしてプンプンしてくるっていうような、感じになっておりますと。はい、でさらに、このイ・ジェミョンさんね、弁護士などをやられていたんですけども、はい、甥が起こした事件をちょっと弁護していたことが、これがすごい批判されておりまして、2006年に元交際相手の女性が住んでいた家を訪ねて、凶器で女性を19回、そして彼女の母親を18回刺して殺害した事件というのは実はございまして、でこれをですね、イ・ジェミョンさん擁護してたんですよ、甥を。これやばいじゃん、めちゃくちゃ最低な事件を擁護してるって。でしかもこの事件のことをデート暴力などって言って、こうかなりなんかちょっとなんか遠回しに、なんかそんな重くないやつですよみたいな感じで表現したことで、かなりまあひどいですよっていうような、これは遺族の方からすると、そんなね、このめちゃくちゃ殺害した人を弁護している人が、こう大統領とかになったら普通にたまったもんじゃないじゃないですか。はい。で、ま、イ・ジェミョンさんはそこに関して、苦しい過去で、今日とまた早期させたことに関してお詫び申し上げますというふうに、謝罪の方はされてるんですけども、はい、こういったこともありますよというような感じですよね。はい。で、まあ、なんでそれを受けたのかっていうと、まあ、甥の方が弁護士を選任する余裕がなかったと。はい、それで親族で唯一の弁護士である自分がやりましたというふうには言っているんですけども、だからといってね、これだって遺族の考え方、遺族の方の気持ちを思うと、やっぱり絶対許せない行為だと思いますので、ひどいですよね。であと、シンプルに党があまり、今日ムンジェイン政権支持低いんですよ。あまり経済政策とかうまくいってなくて、でこう今までの党の失勢を普通に土下座してお詫びしましたっていうような、はい、そういった結構ね、サムネ映えするような謝罪の仕方みたいなのもされていたんですけども、で韓国の人ってこういうの結構すごい土下座とか結構喜ぶらしいですね。はい、
あ、じゃあ土下座してなら OK かみたいな。逆に謝罪の態度みたいなすごい気にするみたいな、習性もあるみたいなんで、まあそれを、まあ、一つ狙ったんじゃないかなというふうに思うんですけども。まあじゃあもうこの時点で、あ、じゃあもうムンジェインさんの、後継候補も負けだよね、みたいな。もう対立候補余裕で勝ちだよね、みたいな、感じになるとこが、まあ普通なんですけども、今回、ユン・ソクヨル候補ですね。まず妻の、経歴詐称。経歴詐称が出てしまいましたということで、はい、つまりキム・ゴンヒさんがね、2007年に私立大の兼任教授に採用されましたと。その時に、虚偽の経歴書を提出していたことが、まあ、疑惑として報じられましたということで、例えば、韓国のゲーム産業協会企画取締役っていう風に経歴に書いていたんですけども、そんなポストありません。はい。まず勤務しておりませんっていうことで、まあ、完全に虚偽してましたよと。そして、ソウル国際漫画アニメーションフェスティバル大賞っていうところに、受賞歴っていうのがあるんですけども、その受賞作品っていうのは、過去に勤務した制作会社の、複数社員のまず共作ですよと。そして勤務者の貢献度そんな高くないですよっていう感じなんで、なんかエキストラ出たのに、なんかその、こう、ハリウッドで受賞作品してますよ、みたいな感じで言っちゃってるような、アカデミー撮ってますよ、みたいな、全然そんな主要なポジションじゃないのに、みたいな感じで言っちゃってるぐらいの、やばい感覚を持ってますよ、っていうような、感じですよね。はい。そして、義母。だからその、経歴詐称妻のお母さんがですね、なんと土地売買に絡み文書を偽造したということで、懲役1年の、一審判決を受けた上も、言い渡されてますよっていうような感じになっておりますと。で、さらにその義母はですね、7月に病院運営を通じて多額の給付金を騙し取った詐欺罪などにもかかっておりますよということで、まあ、義母、妻、そっちの家系がかなりやってるっていう。いやー、やばいですよね。はい。で、さらに本人もですね、検事総長だったんですけども、だ弁護士対検事総長という、今回対決であるんですけども、検事総長時代に、まあ、検察批判者を、まあ、告発するように、野党関係者にこう依頼した疑惑がありますよということで、まあ、ここもかなり追及されるポイントになってますよっていうような、感じなんですよね。はい。で、韓国の大統領選までね、まだ数ヶ月あるんですけども、まだこの数ヶ月前にしてですね、お互いがめちゃくちゃスキャンダル出まくっているっていう状況になっておりまして、はい。これはもう本当国民かわいそうですよね、はい。もうどっちも入れたくないですもん。はい。だからどっちのスキャンダルの方がマシかって今戦いになってるんですね、はい。いやー、これはやばいですよね、普通にね、はい。だ結構これだから今否定している息子のこう売春疑惑がこれどうなってくのかでかなりまた女性票とかもかなり響いてくると思うんで、まあここはかなり響いてくんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい。でまだ3ヶ月以上ありますので、まあ今後ねここの疑惑がまたもっと強いカードが出てくるかもしれないですし、またどんどんいろんな疑惑なども出てくるかもしれません。よくね、韓国の大統領って大統領になった後、まあこう、いろいろ不幸になるみたいな、そのまま幸せになった人はいないっていうのは有名じゃないですか。もう韓国大統領になった後の末路みたいに言われたりするんですけども、もう、韓国大統領に、なる前にもうなんかもう積んでるっていう。もう最初から積んでるっていうのが、まあ、今回の韓国大統領選なんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっととっても面白い、選挙になりますので、ちょっと今後もですねちょっと注目していきたいなというふうに思います。はい。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。